スーパージュニア、人力を殺して、うん、死ね。I honestly don't even know what to say right now. I'm kind of overcome with emotion. My arm hurts really bad. My head hurts. I'm kind of in a daze. I can't even describe to you how happy I am, just how happy I am that I won the first match in this tournament. This means the world to me. I don't know what else to say. I'm gonna go back, have some water, rest, and because there's a long way to go in this tournament. Kushida was just the first, but he damn sure isn't the last. ああ立ってないっすね、開幕戦。勝てない、とにかく勝てない。いっぱい、大きないっぱい。ただ、俺が優勝した時も、いっぱいじゃ済むんでないから、まだ巻き返せますね、これね。公式戦の枠じゃ、語り尽くせないものが、僕と整備にはあって、そういうものを考えてたらね、もうこれはスーパージュニアなんで、足元、当然スコアルの警戒して戦ったんですけど、一つ、もしかしたら優勝への道筋、夢は少し遠のいたかもしれないけど、違う夢が近づいてきました。もう8年前じゃ考えられない、この場所、このリングで、このスーパージュニアでクリス・セイビンと戦うことができるなんて、こうやってクリス・セイビンを語れるのもこのスーパージュニアの中で櫛田だけでしょう。開幕戦とにかく未知数すぎて、まあ苦手な半分楽しかったですけどね。そうも言ってられない。途中で守備のフィニッシャーは出そうとしませんでした。はい、まあそういうのはね、長くプロレスをやっていると、そういうところもくすぐりたくなるっていうか、はい、まあ僕も新日本ジュニアで最前線で戦ってきて、僕が入る前、モータースティマシンガンズとアポロ55で新日本ジュニアが変わったと、いうレスラー関係者もいる中で、それぐらい強い刺激をこのリングに与えた一人だと思いますんで、ただそれと今の意地、ぶつかって負けましたけど、2連覇俺は絶対諦めないです。絶対諦めない。